君の脳に直接届く妄想のプライムデスの鳴神学園七不思議、次をやっていきましょう。前回やった鉄王子さんと、このちょっとね、家なき古風の老人いやなんか言い方違うな、はい、なんですけど、前回ね、鉄王子さんがもう多分寿命がなくなって倒れた後に黙って見送っちゃったんですけど、一旦老人を引き止めてみます。ちょっとってね。そうですよね、こうなってしまったのも僕の責任ですから。このまま見捨てたら僕は人殺しになってしまう。法的には僕が殺したなんて誰も思いませんし、裁かれることもないでしょう。ただ老人の口車に乗ってじゃんけんをしただけですから。でも夢見は悪い。このままおじさんが亡くなったら、きっと一生苛まれることでしょう。だから僕は老人の着物の裾を掴んで離しませんでした。すると老人はにやりと笑って席に座り直しました。おじさんを助けてください。それでは私とじゃんけんをしましょう。でもこれ以上じゃんけんをしたら、おじさんは死んでしまいます。かけるものを変えればいいんでげすよ。何もおじさんの落としだけがかける対価ではありませんでげしょう。私は坊ちゃんのお年をかけたかったのですから。でも僕の命をかければ、それでおじさんは助かるんですか。それではルールを変えましょう。じゃんけんをして私が勝ったら坊ちゃんのお年を一ついただく。でも坊ちゃんが勝ったらおじさんのお年を一つ返す。これでどうですか。これならばまだどちらが勝っても公平と言えます。それぞれが勝つことでメリットがあるのですから。それでも相手は今まで無償で手に入れたものを返すだけですから、腹立たしいことこの上ないのですが。しかもじゃんけんに負け続ければ、僕もまたおじさんと同じ目に遭うことは明らかです。それは目の前で証明されているのですからね。坂上くんならこんな勝負、受けますか？受ける、戦う、謝る。ということで、これは一体戦うを選んでいますね。そんな条件は飲みません。そもそもが不公平なのですから。それに僕は老人にじゃんけんで一回も勝ったことがないのですから。おそらくこのままじゃんけんをしても老人には勝てないでしょう。それで僕は何を思ったのか、手元にあったフォークをつかみ取ると、それを老人の手首に突き刺しました。なんてこと。自分でも訳がわかりませんでした。子供って何をするかわからないから本当に怖いですよね。ひひひ。しかし老人は顔色一つ変えず、何事もなかったように平然としているじゃないですか。子供の力ですから致命傷になるということはありません。それに手首ですから。でも僕が突き刺したフォークはしっかりと老人の手首に突き刺さり、ピンと立っています。だから何事もなかったように無表情を決め込む老人が、とても恐ろしく感じました。でも僕は恐れていることを気取られないように、老人を睨みつけました。老人は僕を見ているのか、僕の後ろにいる何かを見ているのか、ただじっと目線を動かさず、一点を見つめていました。そしてしばらくすると、ゆっくりと瞬きをしたのです。お坊ちゃん、この賭けはしばらく預けておきましょう。それまでお年は大事に取っておいてください。いいでげすね。そう言って、手首に刺さったフォークをひょいと抜きました。三つの小さな穴が手首に開きましたが、不思議と血は出ていませんでした。まるで深い闇のように黒い穴が三つ並んでいるだけでした。僕はその黒い穴を見つめながら、コクンとうなずきました。それを確認し、老人は吹き矢を吹くように拳を丸めると、おじさんに向かってふっと息を吹きました。するとどうでしょう。まるで動かなくなっていたおじさんが、突然ひょっこりと起き上がったのです。何事もなかったように。慌てて老人に向き直りましたが、煙が消えるようにもう老人の姿はありませんでした。お客さんはおじさんが起き上がったことに喜び、みんなで笑い合っていましたが、右の隅のテーブルである一つの賭け事がなされていたことなんて、気づくはずもありません。僕は老人がどこに行ったのか目線で探りましたが、人だかりの中、見つけられるはずもなくすぐに諦めました。だから僕は一人でぼーっと、その隅の席に取り残されていました。しばらくして僕の様子に気づいたのか、おじさんがやってきました。あいつやっと帰ったか。まったくめでたい日だというのに不吉なやつだな。おじさん、あの人は誰なんですか？あ、あいつか。あいつはな、おかしなやつでな。数年前、俺は資金繰りに困って必死だった。アメリカはチャンスの国なんて言うが、黄色人種には冷たいもんさ。特に奴らは病原菌を運ぶなんて言われて、意味もなく煙たがられたりするからな。そんな中あいつと出会ったんだ。年をかけてじゃんけんしようなんて言いやがる。そんな話信じられないだろ。だから鼻で笑っていたんだが、この土地を持っている地主の年をかけてじゃんけんしようって言うじゃないか。それで俺が勝ったら何を得られるんだと聞いたところ、それはやればわかるっていうのさ。
まあ負けたって俺が損をするわけではなし、俺を門前払いにしたあの地主の命なんてどうなろうと知ったこっちゃない。だから俺はその地主の年をかけてじゃんけんしたんだよ。そしたら負ける負ける、面白いように俺は負け続けた。すると数時間後、地主が死んじまった。それでいろいろあって、この土地が俺のものになったってわけだ。それからというもの、あいつは俺の周りをうろうろし始めてな。じゃんけんしようってうるさいのさ。もっとも、俺がじゃんけんで負けたから地主が死んだとは思っちゃいない。それはただの偶然さ。だってじゃんけんで人の命が奪えるなんてありえないじゃないか。でもまあ、あのじいさんには関わりたくない。俺はじゃんけんじいさんと呼んでいるが、どこか遠くへ行ってくれると助かるんだがな。そろそろお迎えも近そうだしな、あの様子じゃ。どうしてじゃんけんをやめたんですか？俺がやめたんじゃない。突然じゃんけんじいさんがもういらないって言ってやめてしまったんだ。だから俺は嫌だ、もっと続けたいと言ったら、それじゃあお前のお年をかけようじゃないかって言ってきてな。その時の言い方が妙にリアルでさ、じいさんが死神に見えたよ。それでやめたってわけだ。その数時間後だよ。地主が賭けの数時間後に突然死したって聞かされたのは。だからじゃんけんをしようって言われても、俺はもう誰ともじゃんけんをしない。庄司、あのじいさんに変なことをされなかったか？今さらそんなことを言われても、もう後の祭りですよね。僕は正直に話す気力もなくなり、何もなかったと答えました。じゃんけんじいさんは、その後お店に現れることはありませんでした。結局数週間オーランドに滞在したのですが、僕はひたすら接客係として働かされ、ただの一度もテーマパークに連れて行ってもらえることはありませんでした。かわいそう。食事やしゃぶしゃぶを食べさせてもらえるので豪勢といえば豪勢でしたが、毎日1回はしゃぶしゃぶですからね。3週間も食べ続けるとさすがに飽きましたよ。テーマパークには連れて行ってもらえませんでしたが、帰る時には持ちきれないほどのお土産と、子供には多すぎるほどのお小遣いももらいました。だから結局は有意義な夏休みでしたよ。おじさんのお店ですか？さあ、それ以来音沙汰がないですから。あれからもう10年経っているんですよね。風の便りも届きません。便りがないのはいい便りという言葉もあるほどですから、元気にやってるんじゃないですか？元気にやっていてもらわないと困りますからね。なぜかって簡単ですよ。最近僕の夢にあのじゃんけんじいさんがよく現れるようになったんです。約束しましたからね。この賭けは預けておくって。おそらくその時期が来たんじゃないでしょうか。そろそろあの老人とまた賭けをしなければならないのでしょう。僕の年ですか？賭けませんよ。今なら鉄おじさんの命をためらうことなく賭けに使うと思いますよ。そのためにも彼には元気でいてもらわないと。ヒヒヒ。もしおじさんが亡くなっていたらどうするのかって。さあどうしましょう。誰か賭けに使えそうな方が僕の近くにいるといいんですけれど、若くて命を懸けてしまっても問題のなさそうな人が。イヒヒヒヒ。じゃんけんじいさん、パーフェクトじいさんに次ぐじいさんシリーズでしたね。はい、じゃあちょっとね、あの前の選択肢戦うを選んだんですけど、謝るをちょっとやってみたいと思うんでスキップします。はい、というわけでスキップ してきました。今回はね、謝るを選んでいきます。ごめんなさい、どうかおじさんを助けてください。僕は即座に謝りましたよ。坂上くんもそうするのでしょう。当たり前ですよね。だって賭けで命を吸い取ることができるなんて、どう考えても人間じゃないですから。このまま彼の口車に乗っかっても何もいいことなんてありません。だったら謝るのが一番じゃないですか。もっとも謝ったからといってそれで許されるとは思いませんでしたが。おやおや、謝れば許されるとでも思ってるんですか？私はあなたのお年をかけてじゃんけんをしたいと言っているのでしょうが。お坊ちゃんは頭のいい子でげす。私の言っている意味がお分かりでげすよね。ごめんなさい、もうじゃんけんはできません。僕はただひたすら謝りましたよ。それ以外どうしようもありませんでしたから。お坊ちゃん、日本で謝るというのはどういうことだかお分かりですか？ただ頭を下げてもそれは礼儀に反します。本当に謝罪したいのであれば、土下座をしないとなりませんよ。知っていますか、土下座。僕も土下座は知っていました。そしてそれがとても卑屈で、屈辱的な謝罪方法であることも。しかしおじさんを助けるためですから、僕は地面に正座し、頭を下げて言いました。すいませんでした。すると、老人は僕に顔を近づけ言いました。お坊ちゃん、
坊ちゃんの土下座は似て非なるものでげすよ。日本男児たるもの、正式な土下座を覚えておかなければなりません。土下座は目上の者に対し、目下の者が絶対に逆らいませんという服従の意を表すために行う行為でげす。そのため、まず土下座をする者は相手の眼を見てはいけません。目線を合わせるということは対等を意味しますからね。あくまでも自分が目下であり、あなた様を敬い、従いますという態度を取らなければならないんでげすよ。その点、お坊ちゃんは頭を下げながら私を見た。これはいけない。いけないでげすよ。絶対に目を合わせないように土下座を始める時点で、まずうつむく。そして、常に地面の一点を見つめる。そこからゆっくりと背筋を伸ばしたままの体勢で、両手のひらから肘にかけて床につけたまま離さず、ゆっくりと頭を下げるのでげす。そして地面から数ミリ頭を離した時点で動きを止め、はっきりと心の声を口にして伝えるのでげすよ。申し訳ありませんでしたと。それを相手がよしと言うまで何度も続けるのです。何度も何度も相手が許すまで続けるのです。それが土下座でげすよ、お坊ちゃん。お坊ちゃんにはできますか、土下座が。まだ小学生になったばかりの子供ですよ。その子供に対して老人は土下座談義を繰り広げたのです。店内の客は倒れた鉄王子さんの解放に夢中になっていますから、私と老人のやりとりなど目もくれていません。私は涙が出てくるのをこらえ言われた通りに土下座をしました。しかし肩の動きがなっていない。謝罪の言葉が早すぎる、遅すぎる、誠意がこもっていない。そんなことを幾度となく言われ続け、私はただひたすら土下座し続けました。すごいクレーマーみたいですね。いつの間にか私の周りの音は何も聞こえなくなっていましたよ。そして何も見えなくなっていました。いいでしょう、お坊ちゃん。やっと正しい土下座ができました。そう言われて、私はやっと許されたとは顔を上げたところ、老人はにこやかに微笑んで言うのです。さあ、それでは土下座を始めましょう。やっと正しい土下座のやり方を覚えたのです。気持ちを込めて土下座しなさい。それからまた、どれほどの時間が流れたでしょうか。そんなに気が遠くなり、足もしびれ、頭の中が真っ白になった時、老人の一言で解放されました。今回は特別でげすよ。次はありませんからね。やっと許しを得ました。僕は疲れ果てて頭を上げることもできず、そのままの体勢で崩れ落ちました。そして安心したためか、眠ってしまいました。僕が気づいた時、鉄おじさんが心配そうに看病してくれていました。あ、おじさん。おう、ジョージ、心配したぞ。お前、丸二日寝ていたんだぞ。丸二日間、おじさんは大丈夫なの？俺は大丈夫だ。なんともないさ。ピンピンしてるぞ。だっておじさん、パーティーの途中で倒れたじゃないの。大丈夫だったの？俺がパーティーの途中で倒れた？何言ってるんだ。お前、パーティーが始まる前に倒れて、ずっと寝ていたんだぞ。覚えてないのか？え、僕はいつから寝ていたの？オーランドについてこの部屋に案内してからずっとだ。いつまでも降りてこないから呼びに来たら、畳んだ布団の上にばったり倒れていてな。よほど疲れているのかと思って布団を敷いて寝かせたんだが、お前はそのまま二日間眠りっぱなしだった。もう一日寝続けていたら病院に連れて行くところだった。ガーということは、二日間眠り続けていたのに放っておかれたということですね。本当ですね。おそらくこのまま気づかれなければ、何日でも寝かし続けられていたのではないかと思いました。おじさんの話を聞いて、小坊主の衣装を着させられたのも、あのパーティーのこともすべてが夢だったのだと分かりました。それから数日後、開店記念パーティーがありましたが、別におかしな服を着させられることもなく、接客係をやらされることもなく、僕はオーランドでの生活を満喫しました。確かにおじさんはお店で忙しく、僕の相手をしてくれることはほとんどありませんでしたが、近くのテーマパークといってもパターでもあるミニゴルフ場なのですが、そこに歩いて行ける場所だったので通っていましたよ。おかげでパターだけは上手くなったんですけどね。ああ、僕が見た夢ですか。後で気づいたんですけれど、あの部屋に古いアルバムがありましてね。昔、開拓者時代に日本からオーランドにたくさんの移民がやってきたそうなんです。その時の写真をガレージセールで安く買い取ったらしいんですよ。日本を忘れないために辛い時はこのアルバムを見て元気を出していたって言うんですが、その中にいたんですよ。あの女物の着物を着た老人が。もちろんその老人が何者で
どんなことをしていたのかはわかりませんが、移民の中でもひときわ異彩を放っていましたよ。もしかしたら突然あの部屋にやってきた日本人の子供を見て懐かしく思い、ちょっといたずらしてやろうと思ったんでしょうか。だとしたら突拍子もない性格をしていますよね。鉄おじさんは欲しければそのアルバムをくれると言ったのですが、丁重にお断りしました。だってそのアルバムを持って帰るということは、あの老人もついてくるということでしょう。それだけは勘弁してほしいですから。学校であった怖い話というわけにはいきませんでしたが、これで僕の話は終わりです。ご清聴ありがとうございました。確かにね、鉄おじさんの怖い話、正しい土下座のやり方。昔なんか笑う犬の生活っていうあのコント番組でなんかすごい土下座のやつあったのを今思い出しましたね。はい。というわけでもう一つね、あの、勝負を受けるって選択肢あったと思うんで、そっちに行ってみたいと思います。ちょっとこれはね、未知数。はい。行ってみます。はい。というわけでね、戻ってきました。前回までは勝負を受けないっていう選択肢でね、戦うのと謝るでやってきましたが、受けるを選びます。そうですよね。受けるしかありませんよね。鉄おじさんの命がかかっているのですから。それにおじさんに死なれたら、これからの一生、トラウマを背負う人生なんて嫌ですから。わかりました。僕の年をかけて、じゃんけんをしましょう。すると、老人は僕を見てこんなことを言ったのです。私は最初にパーを出そうと思います。お坊ちゃんはお好きにどうぞ。さて、老人の言っていることが本当なのかどうか、あなたなら何を出しますか。いや、これはね、信じたいチョキ。老人はグーを出しました。それに対して僕はチョキ。おじいさん、嘘ついたね。ほっほっほ、坊ちゃんは私みたいな人間の言うことを信じたんでげすか。それに私は出そうと思っただけでげすから、実際に何を出すかはわからないでしょう。それでも坊ちゃんは私がズルをしたとでも言うんでげすか。それなら坊ちゃんも言えばいいじゃないですか。私は止めませんよ。確かに老人の言う通りです。そんな言葉に惑わされる僕が悪いのです。さて、次のじゃんけんです。私は次にパーを出そうと思います。お坊ちゃんはお好きにどうぞ。さあ何を出す？チョキ。老人はグーを出しました。それに対して僕はチョキ。老人が嘘をついたおかげで僕の負けです。おおお、お坊ちゃん、弱いでげすね。私は次にパーを出そうと思います。お坊ちゃんは好きにどうぞ。さあ何を出す？いや、チョキじゃない？老人はグーを出しました。おおお、お坊ちゃん、弱いでげすね。私は先にグーを出そうと思います。お坊ちゃんはお好きにどうぞ。さあ何を出す？グーってことはパーで勝てるはずですけど、ってことはチョキを出すんでグーにしますか。やっぱそうだね。反対、なんか言ったのと反対のやつを出せばいいんだ。うん、ちょっとややこしいけど。老人はチョキを出しました。それに対して僕はグー。僕の勝ちです。老人が嘘をついてくれたおかげで僕は勝つことができました。私は先、次にチョキを出そうと思います。お坊ちゃんはお好きにどうぞ。さあ何を出す？これ、チョキ出したらどうなの？老人はパーを出しました。それに対して僕はチョキ。僕の勝ちです。あ、そっか。相手が出すものは書いてあるやつじゃないから、アイコンにしようとしたら全然違うあれなのか。はい。勝つことができちゃったと、チョキを出そうと思います。チョキを出すということは、俺はグーを出せばいいんだけど、ってことはパーを出すんで、パーを出せばいいんだ。やっぱそうだ。老人はパーを出しました。それに対して僕もパー、おあいこです。僕はほっとため息をつきました。おおお、おあいこでげす。坊ちゃん、命拾いしましたね。私は次にパーを出そうと思います。坊ちゃんはお好きにどうぞ。いやもう、なんかすごい中途半端だね。とりあえず勝とうと思うんで、パーに対して本来チョキだけど、ってことはグー出していくからパーでいいのか。あ、てかあれか。相手が言ったのと同じやつ出せばいいのかな。老人はグーを出しました。それに対して僕はパー、僕の勝ちです。はい。次にグーを出そうと思います。はい。で、グーを出せば、チョキを出してくれて、俺の勝ちと。え、何回やんの？もう、え？チョキ出そうと思う、チョキ。はい。勝ちです。お坊ちゃん、なかなか賢い。私もこれでは自分の身が危うくなるかもしれません。この勝負、この辺でお開きといたしやしょうか。それ、哲夫さんのお年はお返しいたしやすので、それではごきげんよう。老人はそう言うと、頭をペコリと下げて人混みの中に消えていきました。と同時に歓声が上がりました。おじさんが息を吹き返したのです。おじさんは何事もなかったようにむくりと起き上がり、何が起こったのかわからないという様子でキョトンとしていました。老人は約束通り、おじさんの命を返してくれたのです。
とにかく僕は老人に勝つことができました。だからおじさんも生きています。今もオーランドでしゃぶしゃぶミカドを経営しているそうですよ。何でも系列店をオープンさせてチェーン店を展開しているそうですよ。まあ貪欲で前向きなおじさんのことですから、ちょっとやそっとではへこたれないのでしょう。それはそうと、僕があの老人にじゃんけんで勝てたことは奇跡なんでしょうね。あ、奇跡でしょうね。あんな風体をしていましたが、彼はじゃんけんで命を吸い取るというまさに妖怪じみた老人でしたよ。もしどこかで見知らぬ老人に声をかけられても、気軽に誘いに乗らないようお気をつけください。これで僕の話は終わりです。ありがとうございました。奇跡でも勝ちは勝ち。はい、ということで今回ね、ここ分岐3つあって、このじゃんけんに関してはで、なんか今回は愛子が途中であったんで、見たところですね、愛子があったら奇跡でも勝ちは勝ちになる。で、あと5回勝った5回負けたで、それぞれ分岐するみたいなので、ちょっとそれやってみましょうか。どうなんだろうね。はい。というわけで戻ってきました。一旦全部負けてみるか。負けるってことは、あ、待てよ。何を出すって言ったんだ？バックローブ、バックローブ。パーを出そうと思いますなんで、チョキを出せばいいですね。はい。で、負けました。はい。で、チョキを出そうと思うっていうんで、グーを出せばいいはずだけど、グーを出すとパーを出すんで負け。はい、2回目。チョキを出そうと思うんで、グーで勝とうとして、はい。パーなんでチョキ。パーなんでチョキ。パーなんでチョキ。これでいいかな。ほっほっほっ。お坊ちゃん弱いでですね。またお坊ちゃんの負けです。お坊ちゃん頭悪いね。このままじゃんけんを続けてもお坊ちゃんの命はなくなってしまいますから、お坊ちゃんが二十歳になった時また会いましょう。それまで お元気で。老人はそれだけ言うと人混みの中に姿をくらましました。僕は引き止めようとしましたが、胸が痛み息苦しくなり、その場から動けなくなりました。でもまだ二十歳までは寿命残ってるってことなのかな。鉄おじさんはその日のうちに息を引き取りました。突然死ですよ。死んじゃったんだ。そのまま原因はわかりません。病院では普段からの過労が死を招いたと言われましたが、死の事実を知っているのは僕だけです。あの老人が何者なのか結局のところ分かってはいません。ただ彼はじゃんけんをして相手の命を奪い取るという極めてふざけた賭けをするんですよ。本当ですよね。そして僕は彼にじゃんけんで負けました。そのため僕は時限爆弾を抱えています。彼が言った期限は僕が二十歳になる時、それまであと3年足らずです。僕の話が真実かどうか、それは僕が二十歳になった時に分かりますよ。僕の誕生日は11月18日です。3年後の11月18日、もし時間があれば僕に会いに来てください。その時真実は分かりますよ。ただもしかしたらあの老人と出会うかもしれません。その時彼の話に乗らないことが賢明です。命が大事ならヒヒヒヒ。じゃんけんに負けた大将。じゃあ今度全勝ちでいきましょうね。アイコもなしで全勝ち。はい、スキップ。はい、というわけでまたバックローから始まっちゃうんですけど、パーを出そうと思ってるんで、基本的にはね、相手が言ったやつを出せば勝てるはずですね。はい、2回戦チョキなんでチョキ。はい、チョキ出そうと思うんでチョキ、チョキ、グーなんでグー、チョキ。これでいいのかな。お坊ちゃんなかなか賢い。私もこれでは自分の身が危うくなるかもしれません。この勝負、この辺でお開きといたしましょうか。鉄夫さんのお年をお返しいたしやすので、それではごきげんよう。老人はそう言うと、頭をペコリと下げて人混みの中に消えていきました。と同時に歓声が上がりました。これ編集ですね。はい、挙動としてくれました。命を返してくれましたと。老人の手の内は分かってしまえば実に簡単でした。老人がパーを出すと言ったとき、出したものはグーでした。心理学的に考えると、僕が老人の言葉を信じてパーに勝つためにチョキを出したら、そのチョキに勝つためにグーを出せばいいわけです。だからその心理をついて、老人はパーを出すと言ってグーを出す。同じようにグーを出すと言ったときにはチョキを、チョキを出すと言ったときにはパーを出していたわけです。だから老人に勝つためには、老人が出すと言ったものと同じものを出すだけで勝てるわけですよ。老人がグーを出すと言ったらこちらもグーを、パーを出すと言ったらこちらもパーを、チョキを出すと言ったらこちらもチョキ。どうです？簡単でしょう。それに気づけば負けるわけがありません。なんかそれに気づいたことが気づかれて普通なら変えますけどね、途中で。逆に、いろいろな戦術を混ぜてきたら厄介でしたし、勝てなかったと思います。なぜなら、老人が何を出すかを言わずにじゃんけんをしていたときは、僕は 100% 勝てなかったのですから。だから思うんですよ。
老人は必ずじゃんけんに勝てる方法を知っていたんだと。そしてあえてそれを僕に使わずにわざわざ手の内を見せてくれたのは何か別の意図があったのではないかと。おそらく彼は人間ではありません。死神、もしくはそれに近い存在の妖怪か何かなのではないでしょうか。僕を助けてくれた、もしくは泳がせたのかどうか、その意味はわかりませんが、できればもう二度と会いたくない、そう思います。もしどっかで薄気味悪い老人に話しかけられても、おいそれと話に乗らないことをお勧めしますよ。命あっての物種ですからね。これで僕の話は終わります。ありがとうございました。じゃんけんに勝つ方法、なるほどね。はい、というわけでじゃんけんおじさんの件はこれで終わりになったので一旦ここで切りたいと思います。また次回ね、別ルートに行きたいと思うんで、しばらく新井さん続いちゃうんですけどね、全然違う話になると思うんで楽しみにしていただけたらと思います。というわけでプライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。